あ、もう一つ最後忘れてた。今から言うのはストーカー行為じゃないよ。天皇家の問題に関しては、まあ、戦争が起きない限り、そしてもう一つは、日本戦時の MC 民族による新国家が樹立され、2700年ぶりに私たち MC 民族の国家に日本列島が戻るような事態がなければ、現在の状態の継続なら、日本国民が考えなければいけない。問題であるが、ただ、君主があるので、今は違っても、天皇家は君主であるので、他国の君主による決定も、また、重要である。つまり、他国の君主と日本国民の考え方が、天皇家の今後、決める。大統領では決まらない。なかった。首相でも決まらない。他国の君主、皇帝や王、いや、まあ、そうじゃなくても、公爵、太后、ね、伯爵。まあ、ここまで、ね。そこから下ちょっと待ってでしょ。伯爵以上の君主なら、天皇家の処遇を合議により決定できます。それと、日本国の国民が象徴としているだけだから、君主としての立場はもちろん天皇家はその時失う可能性がある。象徴として置くなら、君主を表す意味はもう使えなくなる。別の、全く君主なんか感じさせない名前なら、象徴としては別に、継続は可能でしょ。そして、神官などを表す言葉であってもならない。それは私が禁じる。